はい、皆さんこんばんは。ピアノ教室応援校長星奈代子です。はい、本当にね、まあきっと北海道の方これ見るそんな状況じゃないと思うんですけど、まあ私もつながってる方の SNS 見たりとか、まあ実際ですね、まあグループでね、北海道のビジネスで一緒にやってらっしゃる方なんかにから刻々と、今停電中ですとか、電気が来ないですとか、あ、今やっと電気来ましたとか、まあ、そんなんでこうね、まあ本当に大変な状況なんじゃないかなっていうのがこう分かるんですけど、まあ、とりあえず、まあ、私のつながってる方はまあ無事だし、まあ、5、6日経ったらなんとかこうこのね、状況も少し改善されるんじゃないかななんて、本当にね今大変な時期だと思うんですけど、頑張っていただけ、ね、まあ、何もすることないんです、できることないんですけど、心よりね、お祈りしています。で、まあ、本当にね、なんかもう ここで言うのも恥ずかしいぐらい、まあ、ちょっと寄付なんかもね、まあ、本当に恥ずかしいような金額なんですけど、そういったものもなんかあるようなので、まあ、そんなものもね、できる限りのことはと思ってます。ですのでね、頑張っていただけたらななんて思います。で、今日はですね、私は、まあ、そんなね、こう、Facebook 見ながら、SNS 見ながら、ああ、大丈夫かな、北海道の方なんて思いながら、まあ、今日ある会合に行かせていただいたんですけど、まあ、すごい素敵な、女性の、企業家の方のね、まあ、素敵なお食事会にお呼ばれして、まあ、その先生がこれまで培ってきたことをまあ独特とね聞かせていただきながら、ああ本当応援したいななんて思う気持ちで、あとまあ気心の知れたね仲間もいっぱいいたので、まあ女性ばっかりだったんですけどね、すごい華やかな席で素敵だななんて思いながら見てました。で、まあ今日はですね、少し前になるんですけどね、東京経営塾 の、 第3回目の授業がこの間日曜日に終わりましたので、まあ、その報告でもねしようかなと思ってたんですけども、早いですね、半分終わったんですけども、本当にですね、塾生さんはもうそれどこじゃなくてですね、もう本当にこうどんどん課題をこなすっていうところに多分今一生懸命なので、本当にこうひたすら前を向いてですね、頑張ってらっしゃるななんて印象があるんですけども、まあやっぱりこう人間ってそのこうやね、まあレッスンでもそうだと思うんですけど、練習したりとか、なんかこうやっぱり何かやっぱ行動っていうのがこうどうしてもポイントになりますよね。やっぱり行動せずに何もしなくたら、何もしなかったら何も変わんないわけで。ピアノの練習も練習するからやっぱり何かこう次に行ける、まあ、うちのピアノ経営塾でいろいろ課題をねご提案させていただいてるんですけど、まあ、それをこう、まあ、こなしていただくことでやっぱり何かこう変化があるわけですよ。スキルが身についたりとか、実践することで何かね影響力が上がったりとか、まあそんなところでね頑張ってらっしゃるんですけど、まあ何ですかね、やっぱり人間なんてこの辺りでそろそろ疲れてくるんですよ。まあ、だいたいいつもこの 1、2、3、4ヶ月目っていうのは、ね、鬼門でですね、ちょっとこうくよっとなったりね、頑張ってるんだけどどうしてもですね行動した後に結果ってくるので、行動した後ジャストタイミングで結果が出る人もいれば、行動してから少しワンクッション置いてから結果も出る人もいれば、行動して2クッションぐらいで結果が出る人、こうちょっとやっぱ結果ってどうしてもこうずるずる遅いんですよね。そうするとやっぱこうくよってなっちゃったりとかね、まああるんで、まあ今日はこのことを言いたいなと思うんですけど、今やってることは一体何のためにやってるかっていうことをですね、もう一回戻っていただけたらいいななんて思ってます。例えばピアノ先生で言うと、まあ多分ね、ピアノ経営塾どんなことをするかって大体なんとなくこう予想はつくと思うんですけど、まあプロモーション一生懸命頑張ってもらってるわけですよ。まあいろんな、このコンテンツはこういう、やり方をしてください、このコンテンツはまあプロモーションのためにこういうことしてください、まあいろいろコンテンツがあって、まあ多分びっくりするようなこともおおみたいなね。でもこれは何のためにやってるかっていうと、やっぱり宣伝って言っちゃうとね、
宣伝はこっちのためなんですよ、主語が。なんだけど、まあ最終的にはこっちのためでもいいんですけど、あのお客さんのためにやってるんですよね。お客さんのためにやってるんです。あのお客さん、生徒さん、皆さんのとこに習いに来るかもしれない未来の生徒さんのために、皆さんがこうブログを書く、ホームページを何か作る、YouTube をやる、 Facebook に投稿する、これ全部お客さんのためなんですよね。なんであのお客さんのためにあのやってるって思ってもらった方が逆にシンプルかもしれませんね。宣伝してるじゃなくて、お客様のためにあのやってると思うんですよ。で、となるとですね、ただここ大事なところだと思うんですけど、ただなんていうかな、ただなんていうの、ただ書けばいいとかじゃなくて、やっぱり思いとか気持ちを込めて書いてほしいんですよね。その自分が書いたブログや自分が書いたそういったものがお客さんが見てこう何かやっぱりお客さんのそのお客さんのためになったらすごい嬉しくないですか。皆さん多分すごく、ピアノ先生って本当になんていうか自分よりも人のためっていう人多いんですよね。だってじゃないと安い月謝で教えられないですよ。まあそこは業界全体の問題なんだけど、これは私は自分の経営塾の、すごい課題だと思うんですけど、多くのピアノ先生は安いお月謝でレッスンしてるんですよ。それはなんでかっていうと、お客様のためと、まあ本当はそうじゃないんだけど、本当はねそうじゃないんだけど、まあとりあえずそのピアノ先生はお客様のために安い金額でやってあげたらあのいいかなと思うわけじゃん。だからそういう気持ちを持ってんだよね、ピアノ先生は。例えば歩行なんかも本当はしなくてもいいと思う、もしくは有料でされたらいいと思うんだけど、奥野先生はあの歩行をあの無料で無償でやってあげてるわけですよね。本当はお客さんのためにならないんですよ、本当は。まあそれはちょっと、まあもうちょっと難しい話になるから今日はここで言わないんですけど、でも気持ちはね、お休みしたから振り返ってあげたいなって思う、お客様のためにっていう気持ちがあるわけでしょ。すごくピアノ先生っていうのはお客さん思いの人が多いんですよ、もう全国的に。その全国的にお客さん思いの人が多いんだけど、それが経営的には間違った方向のやり方でお客さん思いをしちゃってるから、私はそれをちょっと正さなくちゃいけないなと思ってるんですけど、あと今日もちょっとピアノ経営塾で話題になったのボランティア演奏、なんかお客さん、ね、あの知り合いにちょっとボランティアで回るこういうとこで演奏してくれないかって。でそれはあの中にはね、もうやってあげちゃってる、無償でやっちゃってる人、いやちょっとそれはお断りしてる人、まあそれはあの経営的にはいろいろあるんだけど、でも無償でねボランティアでやってる先生がもう圧倒的に多いわけじゃん。あとあのボランティアのサークルで何ですか、そのピアノ弾きしたりとか、合唱のそのサークルの伴奏者もこう無償でやったりとかって、そういうのもあの全国的にはいっぱいあるわけですよ。でそれは経営的に言うとちょっと違うんだけど、まあ、とりあえず気持ちはその人たちのためにって思うわけじゃん。だからものすごいお客さん思いなんですよね、ピアノ先生は。だからその気持ちをどこに向けるかっていうと、それをですねプロモーションに向ければいいんですよ。記事を書くときにどういう記事を書いたらお客さんのためになるかなって、それでいいんですよ。あのそういうことを、その気持ちをそういうプロモーションに反映すれば、ものすごいいいプロモーションになると思うんですよね。なんであの時間や体を使ってあのお客様のためにその無償で何か提供したりとか、無償でボランティア演奏したりとか、すごい安い、ね、お金でレッスンするじゃなくて、あのそうじゃなくて、いわゆるあの、ね、ビジネスでそのプロモーションしなくちゃやっぱりいけないわけじゃないですか。そこに気持ちを、お客様のために、よし今日はお客様のために書くぞと、こんなこと気をつけてもらいたいから書くぞとか、このいい情報、いい情報あるから、これをお客様に教えてあげようみたいな、そっちにすればいいんですよね。なんて、今日はすごくあの思ってあの帰ってきたので、まあ、 あのピアノ経営塾ではそのまあ、3回目がね、授業が終わって、そろそろこういろいろですね、あの皆さんいろんなことに慣れてきたので、まあそういったね質とか
どういったことをお届けするか、もう本当にその気持ちですよね、まあ、そういうのをちょっと大事に見させてもらってるかななんて思うんですけども、ぜひですね、これを見てる方もいまいちですね、お客様のためにって気持ちは皆さん絶対持ってらっしゃるから、ピアノ先生はそれを使う方向ですね、間違わないように、使う方向はプロモーションとかにその気持ちを使えばよくて、実際のレッスンとかではそれをちゃんとその何ですかね、気持ちはのけてもいいんだけど、それをこう安易にお金に反映させない、ここの仕切りをちゃんとしていただければ、ピアノ系っていうのはうまくいくんじゃないかななんて思うので、まあ、ぜひですね、参考に、これも参考に、私はこの話はだからこの見てるお客様っていうかピアノ先生のためだと思ってこう毎回言ってるので、自分のこの何て言うんですか、日常のことも話すけど、それはもう私にとってはまあ単なるあれですよ、前振りなんですよねそこはもうどうでもいい、まあどうでもいい、まあこんなことありましたよってちょっとこう前振りで言ってるだけなんで、やっぱり毎回自分の中でテーマは今日これ伝えよう、これね、で全員には役に立たないかもしれないけど、よくあるんですよ、こう話してると、いや先生今日の話めっちゃタイムリーやったみたいな、あもう私この人のために今日話したんだわみたいに、そういうのすごく嬉しかったりするので、ぜひですね、響く人と響かない人全然いて構わないので、響く話もまたしっかりね、お伝えできたらと思います。で、もう一つ今日はですね、あともう一つやってることは、ピアノ先生のための人気の出るファッション服の選び方、このプロモーション今、やってます。あとワークショップがですね、9月の28日に、開催されます。新宿でやるんですけど、これも全員に響かなくていいんですよ。でも私の中で響いてほしい先生がいるんですよ。うわちょっとそれ残念だなとか、もうちょっとなんかもうちょっと気にされれば全然良くなるのにっていう、自分も全然自信がないんで、あるんだけど、やっぱちょっとなんていうのかな、残念なことを自分は分かってなくて、周りみんなうわあの先生ちょっと残念と思ってたら、これは直した方がいいですよね。例えば自分も残念と思ってない、周りも別に別にもういいんじゃないあれでもって思えばいいけど、結構ですね、人って見てます、人って見てんですよ、お母様はね見てます。私前ね、何だったかな、どれだったかな、何だったっけな、何だったっけな、あ思い出した、ですね、私はですね、あれ、あこれ今ここですけど、iPad を持ってるわけですよ。iPad をね。で、これカバーがあるじゃん。で、やっぱほら使ってるとだんだんボロボロになっちゃって、こうなんかペロって剥がれてたり。で、なんか自分では何台もっていうか、iPhone もあるし、iPad もあるし、パソコンもあるから、そのうちの1個だから、なんかちょっとこう、なんかペロンってなってても、なんか気にしてなかったんですよ。だから自分は気にしてなかったんですよ。でも周りの人が何人かに、いや、洋子先生、それちょっともう買い替えた方がいいじゃないのって言われ始めたんですよ。で、自分は気にしてないんですよ。なんか、やっぱり、星名洋子っていう、まあ一応こう人の前に立つ先生がよ、なんかボロボロの iPad のカバーやってたら、なんかこう、ギャップ？いや、やっぱ洋子先生、そのボロボロなのは、おかしいよって、周りの人が気づくわけよ。で、それ言われて、で、いよいよはっきり言われて、うちのコンサルの先生に、いや、みんな見てるよ、洋子先生。それは やばいよって言われて、あ、そうか、そういうもんだなと思って、それは素直に、買い替えたんですけどね。そんなことなので、やっぱりね、自分に厳しい人はいいんだけどさ、みんな、ピアノとかは自分に厳しいわけじゃん。自分弾いててさ、あ、これじゃダメダメって。ピアノとかは厳しいんだけど、外見、案外ピアノ先生って、外見甘いのよね、自分に対して。私もあんまり人のこと言えないけど、まあ、一応、まあ、気にはちゃ、まあ、してるんですけど、だからその外見を気にしないは、ね、お客さんも気にしない程度のあれだったらいいんだけど、お客様が気にしてる、いやもうちょっとなんとかすればいいのになっていう状態だったら、やっぱり直しがいいですよね。もう明らかにそれは損してますもん。でそんなんで、っていうような状況が、ピアノ先生ね、お会いする機会も多いし、だいたいこの
SNS、Facebook のフィードはもうほとんどピアノ先生なわけですよ。うわー、残念だな。例えば、いつも黒ばっかり着てる先生。あれ、なんか花がないなと。まあ、それは、松田先生もおっしゃってたけど、その理由が、黒が、例えばね、その理由が問題なわけですよ。自分は黒を着ることで、あまりこう目立たなくていいとかね、こう、出しゃばっちゃいけないとかさ、そういうので黒を選んでるかもしれない。あと、黒だと無難だよね、とか、まあ、TPO に合わせてね、今 TPO の話も記事に書きましたけど、TPO 的に、まあ、黒着とけば、まあ、どこ行っても大丈夫じゃないかって、あるけど、例えばお母さんから見て、なんか黒、ちょっとなんか暗いわよね、とか、なんか、いつも黒でなんか先生こう、やっぱ肌の色も、なんか、ね、黒ぼかするとやっぱりなんか松田先生も肌の色はどの子の言ってらしたけど、やっぱりなんかいつも黒、なんかこう地味な印象だったりね、すごいおしゃれな黒だったらいいのよ。なんかもうね、スタイリッシュな黒のお洋服着てるんだったらいいけど、なんとなくめんどくさいから黒だったら無難だからって言って、まあそう思ったらしよく、そのセミナーで、自分がセミナーしてて受講生さんがみんな黒、なんだろうみたいな、やっぱそういうのとかあったり、こちらは気づいちゃったりね、気づいてたりとかあるから、やっぱりその辺は、自分は気にしてないけど周りが気にするような状況は避けたいよね。自分も気にしてない、せめて周りも気にしない、自分も気にしないぐらいな、こうステージにお洋服いたいじゃんね、かなと思うので、まあ、ぜひですね、なんかその辺も参考にしていただければと思います。はい、ではまた失礼いたします。